はいどうもこんにちは。今日もやっていきましょう。ロード・オブ・ザ・リングの世界でオークたちと戯れていきたいと思います。ママママヤのシャドウ・オブ・オー。今日もちゃちゃっとストーリーモードやっていこうかな。今日はここですね。戦争の報酬ミッションの開始ポイントへ付けってことでいきましょう。久しぶりやからな。待って、やり方思い出すのに20分ぐらいかかるんやけど、行こう。とりあえず行こう。うん、今日のロケーションはこんな感じ。雪山やな。ほら見て、ほら氷の洞窟があるんよ。わあ、こんにちは。いや、スルーしていけ。スルーしとけ。知らんぞ。じゃあちょっとリハビリしようかね。よし、そしてじゃあ行かしてもらうよ。処刑 F でさらに処刑、そしてお前も処刑。かっこいい。よし、だからやめとき言うたでしょ。リハビリにはちょうどええわ。さあやっていくぞ。戦争の報酬。多くのゴンドール人兵士がまだ囚われている。バラノールと共に仲間を救出しろ。バラノールどっか行ったんじゃん。ねえ、あの姉ちゃんに振られて一人で帰るっていう、そんな感じになったよな。バラノール、ここに捕虜がいるとの報告だ。だが多くの数が多すぎるな。側面を突き中央で合流だ。ああ、いいか、気をつけろよ。ちょっと待って、死ぬんちゃう？今の言葉おかしくね？絶対死亡フラグやん。気をつけろよって。なんかそんな気がしてきた。そうならんことを祈りましょう。ね。数少ない人間の登場人物やからね。さあどうすんの？ゴンドール人を救出しろ。またか。お願いだ。もうやめてくれ。何をされてんの？拷問されてるんか。オッケー、見つからんように行った方がええんか。ステルスで行く。いっぱいいてるやん。全然気づかれてへんけどね。どこや、こっちか。声を出すな。全員やっちゃおうか。おい、声を出すな。はい、ちょっと見張っとけ。その辺見張っとけ。で、彼ですね。なんかおかしな貼り付け方されてんな、これ。え、魔法ですか？ありがとう、レンジャー。早くここから出ないと。ここを離れないと。この雪の感じがいいですね。ごめんな。よし、ゲームオブスローンズを3周目突入するか、それともロードオブザリングをもう一回見直すか。これ難しい選択ですよ、私の中ではね。ゲーム実況の合間を縫ってね、海外のドラマ見るっていうのがね、私のライフスタイルになってますから。で、今スタートレックのディスカバリーも見てるから、見るもんが多いんよな。どないしたろうかな。これさ、このゲームオブじゃないわね、たゲームオブちゃうわ、シャドウオブを、これ結構マップ、結構ね、結構マップきっちり作り込んでんのに、探索要素があんまないんよ。この辺ね、うろちょろしていろいろアイテムゲットとかできたらええんやけど、そういう要素がないんよな、このゲーム。もったいない。これも潰しとこう。これを潰すと、この肉、これを潰したらカラゴルが寄ってくるっていうね、そういう情報を動画のコメント欄でいただきました。ありがとう。あ、来たわ。カロゴル来たわ。なるほどね。吊るされてる肉を破壊するとカラゴル。で、これを潰すと、これ。あれを潰すとグールが寄ってくるんよな。確か、説明ではそう書いとったけど。グール来おへんな。来ないね。行くぞ。いた、やめて、やめて、落ちろ、落ちろ。いや、やめて、やめて、やめて。どうしよう、これ。ああ、落ちた。そんなアクションあんねん。よし、とりあえず進めよう。
ストーリー早く進めろやっていうね。よし戦え。いた、やりやがったな。やっちゃおうか。もうこんなんは後でいいよな。とりあえず4人倒してストーリー進めた方がいいと思うな。ちょっとリハビリしようか。じゃあそして範囲攻撃で武勇を貯める。おい、よっしゃ。あ、これ仲間じゃん。わからん、どれが敵かわからん。よいし、そして武勇いた。オッケー、ここ助けてないやん、まだ。よし倒した。さあ来たで。お前とこいつの明確な違いがわかるか。こいつは死ぬ。なんで捕まってんねん。常だ。おおお、なになになに。うわ、めっちゃ来たで。その技はモルドールぐらい古い。友人は消える。エピックやで。俺の相手をするしかない。めちゃめちゃ強いんちゃう。殺してやる。わあ、二人も相手かよ。ちょっときついんちゃう。うわあ、やべ。なんか呪いをかけられる。これさ、遠距離攻撃がまず効くかどうか、これが重要。両方効くわ。あ、防御されてるわ。あかん、燃やせ。彼らの詳細わからんけど、まあ適当にやっていこうね。いた、誰、遠距離攻撃してくるやつがいてる。どいつや。こいつ弱いな、多分。後ろやな、このアーチャー。こいつら倒そう。邪魔や、邪魔すんな。オッケー、これでアーチャー死んだ。一旦上登ろう。上までの持って、こっからステルスアタック効くかな。ちょっと待って、特定しようか。特定した方がいいよな、こいつ。獣に弱い、足止めにひるむ、処刑にひるむで、遠距離攻撃でダメージを受ける。こいつはね、こいつ弱いわ多分。でもう一人ね、両方33やから分かりにくい。こいつ炎の剣を持ってるやつ。こいつは毒に弱い、獣に弱い、そしてステルスでダメージを受ける、爆発でダメージを受けるから、ちょっと獣を呼び出そうか。カラゴル、これでカラゴル寄ってくんじゃんね。ほら、ここ肉あるから。ちょっと待って、よし、カラゴルを放って、そして私の支持者を呼び出して、さらにカラゴルを呼び出す。 OK、 どう、これで来た。私のカラゴル来たわ。乗らして、乗らして。うわー、なんかでかいの来てる。なんじゃ。うわー、おー、マイガッツ、トラが乗らせろ。やばい、ほら、まずいぞ。なんだ、こいつに乗ろうかね。え、弱らして、あー、危ねえ。弱った弱った弱った。あー、危ねえ。やばい、死にそう。まずい。弱った弱った。ああ、支配させて。よし、乗れた。オッケー、これでめちゃめちゃ強くなったんちゃうか。おい、降りてこい、降りてこい。せっこ、なんかどないしたよこれ。どつきとなんか投げれる。あ、遠距離攻撃できるわ。よし、あー、倒した。カラゴルに乗ろうか。オッケー、カラゴルやったら上登れるよこれ。こっちでね。オッケー、おい、これで無双できるんちゃう。わあ、燃やされた。わしのカラゴルに何ちゅうことしてくれんねん。処刑じゃ。よーし、よかった。予想できなかったのか。オッケー、かっこいい。コーラス、そしてフィニッシュ、倒した。どうってことなかったわ。で、あんたな、あんたもコーラス。オッケー、
さあ最後処刑で決めようか。結構硬いなこいつ。もう一発、そして処刑。ああなかなか硬いわ。邪魔すんな。あぶねえ、くっそやられた。凍らせ。めちゃめちゃ硬くないこいつ。なんでこんな硬い、全然減らへん。こいつボスやな。武勇ためよ。とりあえず遠距離攻撃こいつ。あーないわ、エルフショットがない。めっちゃ燃やしてきよるんよこいつ。遠距離攻撃効きませんってことで凍らす、ひたすら凍らして、そして処刑。処刑効かへんのかこいつ、やばいぞ。よしこいつね、支配したいけどな、レベルが高いから支配できないっていう感じですよ。恥かかせようか。よし、さあ強すぎて味方にはできませんで、3番、恥をかかせる。で恥をかかせたことによってこいつのレベルを下げることができたっていうね、そういう流れですよね。お、え、ちょっと待って、あのおっちゃんどこ行ったん。あ、さらにクエストが伸びたんやなこれ。バラノールがウルクに連れて行かれたがまだ生きている、イドリルと協力して救出しろ。やって、じゃあこれやっていきましょうか。これね、今もう進行度 92% やから多分これで終わりよね。完結させに行こう。ゴルゴロスで開始。ゴルゴロスってどこ、ちょっと見てみよう。ゴルゴロスってどこや、これか、これや、これや、ここね。高速移動。ああこの火山か。ちょっと待って、さっきの雪山とは打って変わってこの火の恐ろしいロケーションですよ。ここ動画撮ったっけな、撮ったと思うけど、ほらドラゴンがいてるわ。ドラゴンじゃない、何やった、名前何やった忘れたけど、とりあえず行こう。ほらめっちゃいてるわ。ドレイクやったっけ、ドレイクやった、何やった。ファンタジー系のねゲームとかそういうの好きな人はねやっぱドラゴン大好きやもんな。ドラゴンと竜の違いって知ってる？まあ、イメージ的にはさ、でもやめとき、今喋っとるからちょっと。やめとけやめとけ。ドラゴンといえば西洋。竜といえば東洋。何が違うかっていうと、モデル自体が違うんよな。ドラゴンっていうのはトカゲがモデルなんよな。前足があって、尻尾があってみたいなね。で、竜っていうのは、蛇。蛇にちょっと、何この手がついてる？小さい手みたいなのついてる。っていうのをね、ついこの間調べて、知ったんよ。まあ、興味ある人はね、詳しく調べてみてください。あんまり説明するの苦手やからね。竜とドラゴンの違い。でした。ゴルゴロスへ。バラノールがウルクに連れて行かれたが、まだ生きている。イドリルと協力して救出しろ。やってきたぜ。多くの死者が出た。連中にとって死は気晴らし。この八重地の目的は拷問だ。ゴンドール人を救出しろ。またかよ。もうええで、もう。同じこと何回もやらされんな。もうこれ、とりあえずこれ、ちゃちゃっと解放していこう。あ。ゴンドール人を救出しろっていうのはオプションやな。そういうことやな。だから別にやってもやらんでもどっちでもいいっていう。そういうことやな。はい。騒ぎになっちゃうけど、まあええか。とりあえず、救出だけしとくわ。
オプションね。やっとこ、一応やっとこ。ゴンドル人救出しろ言うてよ。ゴンドル人いてへんで。もうここにバラノールいてるんよ。とりあえずゴンドル人探そう。9人もいてる？黄色いマーカー出てるんやけどな。あ、おったおった。あ、マーカー出てへんねや。なるほどね。そういうことか。悪いわがめよ。OK。どこじゃ？救出したゴンドル人が他のゴンドル人を救出してくれたらいいんよね。それだけで済む話なんやけど。なぜわしがこんな足を使って。わ、ここいっぱいいてるわ。ラッキー。おい、やめとった方がいいぞ。全員返り討ちにする。逆らうやつはな。支持者出しとこ。おい、おいよ、いっぱい出てきたね。よし、この隙に私は彼らと救おうか。このね、ゲームの世界観は素晴らしいんやけどな。なんでお姉ちゃんが出てこへんねやっていうね、もうその不満だけがね、ものすごいね、蓄積されていってね、なんでしょう、この男臭い感じ。なんかね、やっぱゲームを起動するための必要な要素、お姉ちゃん要素、それが足らん。このゲームにはさあ、シャドウブをやろうかっていうね、そのキーがね、なかなか起きひん。ゲームは面白いんやけどなっていうね、ちょっとした不満がありますよ。この上か。あと3人。どこ、何を寝とんねこいつ。はい、解散。どこじゃ、 あっちに2人いてるな。あ、こっちもいっぱいいてるわ、ほらね、ここの下に2人いてるわ。これで終われるな。 OK、 私の手を煩わせるな。いいから殺せ。よし、さあこれでオプションはクリアしたで。さあバラノール大丈夫か。何をしとんねん、なんで捕まっとんや、何があったんや。はい、こんにちは、皆さんこんにちは。はい、戦い、こいつか。ここに何の用だ。連中を救うつもりか、ミナスイシルへ連れ帰るつもりか。もう終わりだ。賢明だな。もちろん避けられないことを先送りにしてるだけだ。こいつ前出てきたよな。立ち上がれ西の人々。わーお、すごい手前になってきたね。いたいたいた、ちょっと待てよ、せっこ。おい、 V をためようか。わー、こいつなんかやばい攻撃してくんな。獣に弱いって書いてたから、私のカラゴルいてるか、いてないか。ちょっと待て、これさっき救った方がええんちゃう。よし、で仲間に置いてる。ちょっと待てよ、先に解放しよう。で戦え。わあ、倒れた。何をしとんねん。戦えるか、頼むぞ。とりあえずちょっと回復するわ。 OK。 うわー、いたー、対抗したのに。回復させて。よし、おい、さあカラゴル乗っちゃおうか、こいつね。で獣に弱いから、ねえ、これでボコったね。はいはいはい、もう楽勝やな。あ、こいつ違うわ、こいつレベル33やから、こいつ別やな。とりあえずやっちゃうわ。おい、シャッターをした。ロンク、これ一回死んでも何回も出てきよるからな。オーク復活しよるよな。あ、イドリル、やばい、何してんねん。
わしの女に何しとんの。おい、イドリルやばいぞ。ちょっとイドリル下がれ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 。よっしゃ、うわ足食った。うわめっちゃ食ってる。危ね。やっぱ獣に弱いな。大したことない。うわやられた。そう。おい、やばい、イドリルやられた。誰か助けたって。凍る？凍らんわ。凍らして。無理か。よっしゃ。ちょっと待って、イドリル助けよう。はい。はい。お姉ちゃん行け。頑張れ。よし、凍った。いい。ははは。は、そして武勇を食べて。たまった。そして処刑じゃ。オッケー、倒した。倒せる。遠距離攻撃効くんかな。効くわ。ほらかっこいい。ちょっとどいて、君たちどいて。おいや、ほら来た。勝ったぜ、射殺。怪我してるの？大丈夫だ、助けられたな。またも。ごめんなさい。モルドールにとどまれば死ぬ。でも残らねば。行きましょう。それなら死ぬまで一緒だ。さすがやな。それでこそ男や。一人だけ逃げるなんて許さんぞ。しかし彼死ぬかと思ったけど死なんかったね。よかったよかった。オッケー、実績のロックを解除した。スキル解除、鋼鉄の護衛やって。このスキルアップグレードを有効にすると呼び出される戦士たちが格段に強くなるやって。へえ、そうなんや。オッケー。ってことでこれでさ、メインクエストゴンドールクエストは 100% 終わっちゃったわ。ね、シェロブクエストも終わってるしさ。で、あとエルタリエルとかまだいっぱいありますけれどもね。はい。ってことで、今日はこの辺で終了したいと思います。また次回、ちょこちょこやっていきたいと思いますので、見てください。マヤでした。